繁華街って苦手。なんでみんなこんな混雑の中で楽しめるんだろう。かわいいお店とか、かわいい商品とか、見てみたいとは思うけど、ものすごい笑顔で近づくキャッチとか、派手な服とかメイクしてる女の子とかも、見るとなんかそわそわしちゃう。できれば避けて通りたい道なんだけど、私の体がどうしようもなくあなたを求めてしまうの。また会いに来たよ。かわいい。もう一軒行こう。もう帰ろうよ、飲みすぎだって。まだまだこれからでしょ。まほろ、行くよね。カラオケだったら行ってもいいよ。珍しい、まほろが積極的だ。そういう気分なだけ。よし、じゃあまほろのそういう気分記念ね。出発。どんな記念よ、まったく。あやはどうする？私はいいよ。未成年だもんね。お疲れ。あや、気をつけて帰ってね。着いたら電話ちょうだいね。実家の母親か。お酒飲んで酔っ払って、そういうことで楽しめるのってなんだか羨ましい。もうちょっと大人になれば私にもできるのかな。ん？なんだろう、あの光。いつの間にか走り出していた。運命の出会いだった。あ、はい。はい。半額？おいくらですか？無理です。これ以上大きくなったらこの子どうなるんですか？この子と会えなくなる。はい、カムロです。まだです。これから向かいます。あの子を引き取るだけのお金なんてない。ローン？でも買ったところで寮じゃ買えないし。私たちは別れる運命だったの？じゃあなぜ私たちを引き合わせたの？あ、マネージャー来てたんですか？大丈夫です。ただほんの少し宿命に打ち震えてました。よし、運命よ、勝負だ。運命よ、勝負だ。どうしたんだろう、アヤ。ずっと運命と勝負したがってる。最近ずっと機嫌良かったんだけどね。
年頃なのかも。あ、アヤ来たよ。ねえ、ミハル。ペットショップの動物って、もし売れなかったらどうなるの？わからないな。リコは知ってる？いや、私だって知らないよ。ネットで調べたら？調べたの。でも曖昧で。なんて書かれてたの？処分する期間があって、そこにお金を払って渡してるみたいなんだけど。どうしてそんなこと聞くの？どうした？笑わないで聞いてくれる？笑わないよ。ペットショップの犬が欲しいの。全然笑える要素なかったよ。もう虜なの。あの子のことを思うと夜も眠れないの。ああ。ちなみにどんな犬なの？ちょっと大きめのポメラニアン。すごく可愛いの。それを飼いたいの？うん、救いたいの。え？もう大きくなってきちゃって、定価の半額になってるの。このままだったら処分されちゃうかも。本当に？私しばらくペットショップの店員になる。そのお店、スタッフ募集してるの？ううん、してない。でも頼めばなんとかなるかも。ちょっと落ち着いたら？落ち着いてなんていられないの。もう決めたの。困ったね。まあちょっと話そっか。ごめん、余計なこと聞いてありがとう。アヤ、ちょっと待って。アヤ、これでいいんだ。できるだけのことをやる。そうだよ、私小さい頃から動物好きだったじゃん。ペットショップの店員は天職だ。うん、きっとそうだ。あの子のそばに少しでも長くいられたらそれでいい。あれ？え？いない。いいご縁。よかったじゃん。私、あなたのこと本当に好きだった。さようなら。元気でね。え？え？君、なんでここにいるの？この子の飼い主さんですか？かわいいですね。そうなんですか。言わない方がいいよね。ペットショップに通ってたことなんて。え？今、なんて？今、この子のこと、なんて呼びました？私も、あやって。
名前なんです。偶然じゃない、きっとこれは運命なんだ。あの、時々会ってもいいですか？この子可愛いし、名前も一緒だし。ありがとうございます。いい人にもらわれたね。またね、あや。